りの MGP ログ。この番組は私たちミステリーガールズプロジェクトの普段の活動やメンバーのプライベートをご紹介する番組です。メインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトの愛理です。よろしくお願いします。いや、前回の M ログ聞いていただけましたでしょうか。新メンバーのユリアをお迎えして喋っていたわけですが、結構盛り上がってね、楽しかったですさあさあさあ、そんなミステリーガールズプロジェクトにもう一人新メンバーが入っているんですね。今日はその子をご紹介したいと思います。では登場していただきましょう。どうぞ。はじめまして、ミステリーガールズプロジェクトのまひるです。はい、よろしくお願いします。 M ログどうですか？ちょっとだけ緊張しますね。あ、ちょっとだけ緊張してますかいや、でも前回がちょっとユリアちゃんで、うんうんうん、あ、前回の聞いてくれたのね。聞きました。あ、よかったよかった。癖強い強いねそうだね。いや、まあ私から見たら結構まひるも強いんだけどね。そうですかあ、まあまあ、ね、こうみんなにもね、このまひるの癖をもっと知ってもらいたいと思うの、ね、私は。なので質問していきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、じゃあまずは恒例の出身地から聞いていこうかな。はい、はい、出身地はどこですか？あの、出身はですね、はい、東京。あ、東京あ、前回の聞いていただいたら分かると思うんですけど、はい、ぜひ前回のアイムログ聞いてください。あ、出身は東京なのね。そうです。あの、風の噂にまひるちゃんはタイのハーフだと聞いたんですが、はいはい、そうなんでございます。出身は東京なんだ。出身東京です。タイは行ったことあるの？タイは、うんうん、あの3歳ぐらいの時に向こうに 2,3 年ぐらい住んでましたね。なるほどなるほど。タイ語はちょっと喋れるんだよね。にんない。あ、プッパサタイダイニンナイナカ。かっこいい。タイ語はちょっとだけ喋れますと言っております。なるほど、タイ語で、タイ語はちょっとだけ喋れますね。そうですそうです確かに、はい、あんまりね、もう今は現地に行くことはないのかな。いや、もう10年ぐらい行ってないです。行ってないか、はい。まあ、今後ね、あの、現地に行くってなったらね、タイ語はね、めちゃくちゃ喋れるわけじゃないからね。タイ語を少しだけ喋れますってタイ語で言えたらね。そうですね、それで十分十分なんとか生きていけそうだね、はい。まあ、ノリですよ、ノリ。ノリか、ノリでなんとか行っていこう、はい、ね、はい、じゃあ何聞こうかな。まひる的に、うん、アイリとなんか共通してるとこあるなとか思ったりする、とこありますか？アイリとの共通点を聞きたいんだけど。なんだろう。いや、でも考え方ちょっと似てんのかなってたまに思ったりはしますけど、うんうんうん、いや、でも似て、いや、でも、はい、どうだろうな。なんか結構困った時、まひろ私のこと見てくるよね。いや、なんか見ちゃいますね。そう、なんか愛理さんだったら助けてくれるでしょ、この状況みたいな。そうかもしれない。あ、ちょっと頼られてるなみたいな、はい、ちょっと嬉しく思います。それで見つめてます、はいはい、かわいい。本当にね、あのキュルンとした目で見つめてくるんですよ。その時だけは、あ、だけはね。普段は、普段は睨みつけてる。今のはちょっと語弊が、語弊がましたね。失礼しました。はい、じゃあそのままの流れで、アイリとやりたいこと、はい、なんかありますか？いや、でもディズニー連れてってほしいです。あ、任せてください。いや、私あんまディズニー詳しくないんで。あ、本当？そう、だからこそやっぱね、うん、ファストパスじゃないのか、今は。今はね、違うんだな、プライオリティパス。おー、なんかすごい名前そういうのを ね、使いこなしてね。そうそうそう。絶叫は乗れるの？無理です。あ、でもじゃあ大丈夫。私もね、もともと別に得意じゃないから。そうそうそう、いいね、ディズニー。そう、なんか加入前にまひるのことをかなさんに聞いた時に、そう、聞いたの、なんか、まひるってどんな子ですかみたいな。ドキドキ。そう、聞いたら、なんか愛理とノリ似てるよって言われた。え、そうなんですか？え、そう、そうなんだ。なんか明日ディズニー行こうって言ったら、行くんじゃないって。あ、行きますね。そう、多分フッカルっていうところが多分似てるんだと思う。そうそうそう、うん、みたいな感じで、うん、そう、似てるよって言われた。やっぱ似てるんだ、うん、だから見ても、うん、みたいです。嬉しい。じゃあ、まひるから見た既存メンバーの印象を聞こうかな。アイリからが言いやすい、目の前にいるし、ね、アイリさん、はい、アイリさん第一印象、第一印象かな。なんか顔が、うん、
動物系で可愛いなって動物系え、そう、なんだろう、垂れ目だからかな、あ、ですかね、そう、なんか結構パンダとかレッサーパンダとか、そう、なんかめっちゃレッサーパンダすごい今犬みたいになっちゃったで結構言われることが多いかもしれない、うん、そうかもしれない、うん、そう、第一印象がそうか、動物みたいな、なんか可愛いなと思ってました、うん、ありがとうございます、はい、褒めてもらって嬉しいですでは次かなさん聞こうかな、かなさんはもう、うん、あれ、ゆりあちゃん前回やったっけ、クールビューティーみたいな、あ、そうそうそう、結構ね、みんなに聞いてもクールビューティーって、うん、そう、ただ蓋を開けてみたら、ね、え、そうですね、そうなんかちょっと意外と大雑把な部分もあるし、でもそういうところで私たちは助けられてるから、そうなの、本当にそうなんですよ、ね、厳しいだけじゃないっていうのがやっぱね、かなさんのいいところかな、うん、いいところだよね、本当にちゃんと結構視野も広くね、そう、見てくれるしね、本当ね、すごいなと思って、本当にうちの頼れるリーダーでございます、ね、はい、じゃあ次のぞみかな、のぞみひこ、のぞみさんね、うん、のぞみさんはもうミステリアスガール、おー、ミステリーガールじゃなくて、うん、ミステリミステリアスガール、うん、確かにね、あの初見だと本当に何考えてるか分かんないよね、いや、そうですよね、でもなんか意外と話してくれるっていうか、そう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 、思ったよりなんかいろいろ気にかけてくれてるんだなと思って、ちょっと結構のぞみさん好きです、あ、よかったです、もっといっぱい絡んであげてください、はい、じゃあことね行こうかな、あ、ことねさんね、ことねさんね、あのやっぱ人見知りだなって思いますねそうだね、そう、私、あ、でもそれで言ったら私もタイプ似てるかもしれない、心開いたら割と結構めちゃめちゃ喋るし、ボケるし、ツッコむしってタイプなんですけど、最初は全く、そうだね、あの今はもうほぼほぼないけどさ、ちょっと前まではさ、はい、ちょっとなんかあの一歩空いた距離感え、そうなんですよ、なんか、ね、敬語で喋られる、そうそうそう、なんか靴ひもがほどけた時にそう、あのみたいな、え、そう、あの靴ひもほどけてますよえ、メンバーなのにそう、なんか駅で会った人に言ってるくらいのさテンションで言ってたよねそう、しかもちょっと離れたとこから指さしてなんか後ずさりしながら言うし、そう、なんか、え、私もそう、その場にいたのが多分アイリー、マギル、コトネの3人だったんだけど、はい、私もびっくりしたもん、え、コトネみたいなどうした急にみたいなそんな人見知りするみたいな確かに一番距離感じてたのは意外とコトネさんかもしれない、うん、本当に確かにねそう、ことねもね、こいつは絡めるってね、多分思った瞬間からグイグイ来るタイプだから、ね、うん、じゃあラストみゆ、みゆ聞こうかな、みゆちゃんはもうワンちゃん、あ、ワンちゃんね、かわいい、ちっちゃいチワワみたいな、うんうんうん、もうずっとキャン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 言ってるしあの本当に言ってるからねえ、そうそう、本当にキャンキャンって、そう、なんか隣でなんか急にダンス中になんかキャーとか言って、え、犬行った、踏まれたみたいなそうそうそう、でも大体自分で事故ってんだよねそう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 一人でジタバタしてる、そう、可愛いよね、いや、でもめっちゃ可愛くてめっちゃ顔見ちゃうんですよね、わ、うん、かるわかる、癒しだよね、ずっと見ちゃう、癒し、めちゃくちゃ癒しじゃあ次の質問です、はい、好きな MGP の曲は何ですか、お、これはね、うん、ネメシス、おー、かっこいいよね、ネメシス、そう、かっこいい、うんうん、かっこいいし、あそこちょっとテレレテレレテレあそこね、動画、ライブの映像の動画が YouTube に上がってるんですけど、それの多分カノンやってるとこだね、うんうんうん、あそこがかっこいいな、かっこいいね、思うんですけど、うんうん、でもあれ私はドラえもんになっちゃうんですよ、テテ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 いや、多分口がアカペラ言うとね、そう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 、あ、そう、私が言うとボードに言うとちゃんちゃ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 んだからこれ多分人によると思う、そう、私的にはボードリー、うん、ボードリーのつもりで言ってないんだけどね、あの真面目に口でアカペラを喋ったら、うん、なんかみんなからボードリーって言われるねえ、いや、でも本当にね、かっこいい曲なんですよ、社長すごいなって思うぐらいめちゃめちゃかっこいいなって思う曲なんで、うんうんうん、振り付けもね、ね、かっこいいしね、そう、あとね、新メンバー加わったので、ぜひぜひね、今の7人でネメシス、はい、早く踊りたいですね、ですね、はい、じゃあ今日はまひるが好きな曲としてあげたネメシスを皆さんにお聴きいただこうと思います、はい、はい、曲紹介お願いします、はい、はい、それではミステリーガールズプロジェクトでネメシス、
はミステリーガールズプロジェクトでネメシスです。さてさて、エムログ初めてですが、はい、いかがでしたか、はい、最初はね緊張するってちょっとだけ緊張するって言ったけど、確かに言ってたね。けど、うん、普通にお話ししてるみたいですね。そうだね、うん、なんかね、うん、私もだいぶ慣れたし、うん、そう、なんかまひるも全然なんか緊張せずに普通に話してくれたので、うん、確かに緊張してなかったよかった、うん、私が上手くなったのかな、さすがありさん言ってコネコネ、コネコネ言っちゃったよ、言っちゃったいやもっともっとね、私も成長してみんなからあのいいお話を聞けるように頑張りますので、はい、また出ていただけると嬉しいです。こちらこそ、今後もよろしくお願いします、はい、お願いします。今日はミステリーガールズプロジェクトのメンバーまひるに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。拍手。エンディングの時間です。いやさっきも言いましたけど、自分的にはめちゃくちゃ進行上手くなったじゃないですかね。だいぶあの最初の方と聞き比べていただければと思うんですけど、だいぶなんか私自身も緊張せずにたくさんベラベラとおしゃべりできるようになった気がしますはい、ここでお知らせです。オトメイト様から発売される任天堂スイッチソフトハニーバイブスの主題歌をミステリーガールズプロジェクトが担当させていただくことになりました。すでに楽曲情報やオープニングムービーも公開されておりますので、ぜひハニーバイブスの公式サイトにてご確認ください。ミステリーガールズプロジェクトの最新情報は公式サイトもしくは公式 X にて随時更新しているのでチェックお願いいたします。他にもインスタグラムや TikTok、 ブログやショールームもやっているので、いいねやフォローどうぞよろしくお願いいたします。そろそろお別れのお時間です。それではまた次回お会いしましょう。ミステリーガールズプロジェクトのあいりでした。おつわりー。